武漢市で新型コロナウイルスによる肺炎にいち早く気づいて声を上げた声を上げたため、当局に摘発された30代の医師が亡くなりました。湖北省武漢市の眼科医で34歳の李文良さんは去年12月、原因不明の肺炎に気づいて他の医師らと SNS 上でサーズ重症急性呼吸器症候群が発生したなどと発信していました。 これは当局が原因不明の肺炎患者発生を発表するよりも早く公安当局はデマを流したとして8人を摘発し李さんは訓戒処分を受けていました李さんはその後、発熱し感染が確定して入院中でしたが今日未明に亡くなりました一方、中国の衛生当局は先ほど 中国本土の死者が新たに73人増えて、636人に上ると発表しました。感染者は3万1,161人に達し、そのうち4,821人が重症です。また、世界の感染者は28の国と地域に広がり、3万1,400人を超えています。